はい、他にももっといろんな分野で事例を言いますと、はい、事例を出していきますと、例えば、マリッジブルーなどの原子ですね。マリッジブルー、うん、ちゃんと言えとったよ。言えてたよ。マリッジブルー。まあ、マリッジブルーっていうのは結婚するときに、あ、本当にこの人でいいんだろうか。はいはいはい、結婚生活の不安が出てくる。これ原子さんでしょ。だって結婚したら人生激変するわけですから、そうですね、現状維持するためにマリッジブルーっていう、うん、まあ、言われる現象を起こして、あ、本当にいいかなって引き戻そうとしてくる。これも現象ですね。だって結婚はもう現状の範囲を超えすぎた話ですからね、うんうん、新しい人生が始まるわけですから、だから現さんが緊急出動してくるわけです。これっていうのは女性の方がなりやすいって言いますよね。いや、実は最近つい昨日か一昨日読んだ記事によると、男性もマリッジブルー多いっていう記事で出ましたよ。あ、そうなんだ。だから関係ないと思う。まあ一般的には女性のイメージありますけど、実際は多分そんなことないと思う。うんうんうん、なかったですか？うん、全然なかった。まあそこはじゃあ結婚に対してのセルフイメージは変わいい感じになったか、現在ではなかったんでしょうね。なるほどね。うん。ことだと思います。で、じゃあ他にも好きな人ができた。うん、付き合いたいわけです。でも告白して振られたらどうしよう。怖くて言えないなと。もしかしたら彼氏彼女いるかもしれない。はい。告白して今の関係がなんか変なのも嫌だとか、ね、友達関係なのに、うん、なんかもうこのそのままそれやったらもうそのまま友達でいいやんとか、うん、嫌いでしょこういうタイプ、悩むならすんなと思うでしょ。いや俺がそういうタイプ。そっか、どっちかっていうとイメージ的にはもうそんなになよなくよくすんなって言うそうやけど、人にはそう言うけど自分はそういうくよくよするタイプ。そう、それもでもゲンさんですね。あ、なるほどね、うん、ここいい関係でどうしようっていうのは、うん、あ、いい関係の壊れたらどうしよう、でもどう考えても付き合った方が絶対いい関係なのに、うん、そういう言い訳が出てくる、そういう不安が出てくるのは、ね、まあ、ゲンさんです。そうだね、うん、現状がすごい変わるからね。そこはもう人生反省でしかない。結婚前の話ですね。え、結婚前の話ですよね。そうですよ。結婚前の話です。そうです。そりゃそうです。だってもしこれで潜在意識はゲンさんが 100% 味方やったら、うん、ま、何回も言いますけど、じゃあもう思い切っていこうぜと、勇気を出すしかないと、うん、自信を持って堂々としよう、宇宙したらますますダメになるぞ、うん、って言ってくれたらいいですよね。そうですね、うん、でもそうならない。やっぱりゲンさんが邪魔してくる、はい、新しく恋人ができるってことは現状から大きく逸脱する、外に出ることやから邪魔してくるわけです。そうですね、うん、じゃあ逆に恋愛の面で言うと、例えば他にも、うん、今までねそれほど幸せを感じなかった人が、うん、急に何らかのきっかけで恋人ができて、はい、幸せを感じ出したら、はい、なんか急にその人のこと、好きな人が、その彼氏恋人が彼女がなんか私にぴったり合わない理由をどんどん見つけ出すんですよ。おー、うん、それは今まで幸せを感じなかったっていうセルフイメージがあるから、うんうん、その現状維持するために恋人の荒さ探しをするんですね。ちょっと幸せになれないじゃないですか。そうそうそう、だから幸せになれない人は幸せになれないのもケンさんのせいなんですよ。冒頭からずっと言ってるように、うんうん、だから本当は幸せな関係のはずなのに、うん、もう相手の気にならないところばかりが見えてきたり、はい、もうなぜか急に信用できないところが見えてきたり、はい、もう挙句の果てには、うん、その関係を壊すようなことをやってしまう人もいるんです。うん、これもケンさん幸せじゃなかったっていう現状が維持するために、恋人との関係は、恋人との関係は幸せやから、それは現状から出るから幸せっていうのさえ壊れてしまう。なるほどね。ゲンさんはね、まあ、逆にその相手がその維持できないことをやってきたりとか、そういう感じのこともまああるかもしれないですね。でも自分視点で見た方がいいね。自分視点から言うと、そういうとこがなんか見え隠れして、本当やってるか分かんないけど見え隠れして、やっぱりなんかちゃうなと、信用できんな、この人ちゃうなとかっていうふうに思い出してしまう。はい、徐々に思って、あ、いいんかなって不安になった瞬間にゲンさんが出てきて、やっぱほら、浮気してんちゃうのとか、お、本当に信用していいのとか、うん、思ってことによって、ささやかれることに、あ、やっぱそうなんかって思って、どんどん幸せじゃない方向に行ってしまう。なるほどね。うん、頭で考えたらどう考えても幸せな方向に行った方がいいはずなのに、うん、幸せじゃなかった人にとっては幸せじゃないっていうのが現状なんで、そこが維持されちゃう。なるほど。すごい怖い話ですね。怖いね。うん。うん。で、これは、もちろんこの現状維持期のゲンさんの働きは、性格にも当てはまります。うん。例えば、じゃあネガティブに考えがちな人は、ちょっとでもポジティブに考えようとすると、もしくは何か前向きな意見を言われたりとか、うん、前向きになろうっていうような本を読んでも、その時はそんなにうまくいくはずがないとか、うん。まあ、そうは言っても私には当てはまらない。とか、もっとやっぱ慎重に考えないといけないなとか、リスクにばっかり目が行きがちなんです。はいはい。これもゲンさんですね。性格が変わらないようにしてしまっていると。なるほど。はい。では、逆に、もっといろいろある例というと、例えば病気の人はできるだけ病気の状態でいようとするんです。これもゲンさんです。うん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 、だって、不健康な状態だとしても、それが現状になってしまっているとしたら、潜在意識はその不健康な状態を維持しようとするんです。うん。
だ本来なら病気はもうどう見ても医学的には治ってるはずなのに、うん、なかなか治らない実は源さんなんですよ。へだからその時はセルフイメージをちゃんと変えないと病気は治らないんですよね。へ、うん、そんまあまあそういう人がいるっていうのはちょっと知ってるけどね。よく聞く、うん、多分聞く話であると思うんですけど、よく聞くよね、うんうん、まあ、だって例えば入院してたら楽じゃないですか、ある意味ね、うんうん、だって何もしなくていいし、うん、働かなくていいし、堂々と仕事休み言い訳もできてるしとかって思って言い訳しちゃって病気の状態長引かせてるってことはよくある話ですね、はいはい、うん、だからやっぱ健康なためには健康であるっていうセルフイメージをちゃんと作っていかないと、うん、不健康としては体どう考えてもダメなことですけど、現在にとってそれが現状やし、それで今まで生きてこれてんやから、うん、次もこれからもずっとその不健康の状態でもその現状維持しようとするっていう感じですね、うん、なるほど、はい、で他にもじゃあちょっとくらいうまくいかないことを続いたりして、うん、例えば急に例えば自分が先生だと思ってる人とか、まあ、セミナー講師とかを信頼できなくなるのもやっぱ原因です、お、うんうん、なんかその人の言う通りにしてたら変わってしまう、うん、つまり成長してしまう、うまくいってしまうと源さんが気づいたからあなたに信頼しないように仕向けてきたわけです。ほう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 、あるいとあらゆる方法でね、うーん、だってその人にこれからもその人の言うことを学んでその人のことで勉強したら変わってしまうでしょ。変わっちゃう。じゃあ源さんは変わったらあかんから、うんうん、じゃあ一番どうやって諦めるかってその本その尊敬してる講師を信頼できないようにしたら現状維持できるでしょ。逆にもう強烈に嫌いになったりするわけかな。そう、そんなもあると思います。へー、はい、もしくはなんか逆に嫌なとこばっかり見えてきたりとか、うん、荒探ししてしまうのも源さんですね、うん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 、ってことは起こりますよ。く起こる話ですね、はい、だからあなたも神よりは基本に信じなかったそれはきっとあなたの源さんのせいです。なるほど、と言っておきましょう。源さんですゾウマのせいですということです。他にもね、まあ、新しいことをやろうとしたら3日くらいでやめてしまうじゃないですか、はいはい、これ源氏ですね。三日坊主ですね。三日坊主ですね。だから昔の人もそれ分かったから三日坊主って言葉があるんです、はいはい、三日坊主も源さんです。うーん、なんとか、じゃあ三日坊主は超えたけど、うん、でもなぜほとんどの人はモチベーションを燃やし続けることができないのかと、うん、途中でだんだんともしくは急激に、ね、ここ大事ですけど急激に何かやる気がなくなってきたとかなんかもう飽きてきたとか、うん、なんでこんなことに一生懸命やってたんだろうバカバカしいなって源さんがあんたに問いかけてくるわけです、うんうんうん、どう考えてもモチベーションはだんだん上がっていけばいいわけなんですよ、味方側に、うんうんうん、そしたらその物事を成功する確率高いのに、そうですね、最初めっちゃ高いけどだんだん下がってくるでしょ、うんうんうん、ずっと維持するってなかなか難しいじゃないですか、はい、普通にやってれば大体どんなことでモチベーション下がっていくじゃないですか。これはやっぱ源さんなんです、うん、なるほど、続けていたら変わっちゃうからモチベーションをなくしちゃうわけですね、うんうんうん、なそういうふうに、マニコンのことやってて意味あんのとか問いかけることによって、どんどんモチベーションが下がっていく。うん、だからモチベーションが続かないのは、実は潜在意識的な理由があったってことです。なるほど、ね。これが現実なんですね、うん。モチベーションがなくなれば、イコール新しいことを続けれない。続けなくなる。うん、つまり、イコールやめてしまう。イコール現状が維持できるってことで、源さんの思惑通り。ほう。ってことです。悪いな悪いですね、今のところね。で、実は忘れてしまうことも、一つの見方から言えば、源さん。あ、忘れることも。忘れることも。はい。だって勉強したりとか、まあ、本を読んだりして、新しい知識やノウハウを得るってことは、イコール、もうそれ自体が変化でしょ。はいはい。現状を超えようとしてる。とも言えるじゃないですか。うん。だから、もし、そしてもしあなたの脳が潜在意識が 100% あなたの味方なら、勉強したことや記憶したことを忘れないようにしてほしいですよね。うん。ずっと覚えておいてほしいですよね。そうですね、うん。でも人間は覚えたことをだいたい48時間で 80% 忘れてしまうという新事件もあるんですけども。ほとんどよ。だからすぐ忘れてしまう生き物なんですよ。うん。じゃあ、脳が新しいことをなかなか記憶してくれない。脳イコール潜在意識イコール源さんだから、うん、忘れさせることによって現状維持しようとしている。なるほど。という、あくまでもそういう一面から見たらですけど、そういうこともあるんですね。ちょっと深くなってきたでしょ。深くなってきたね。うん、だから、記憶力を爆発的に上げる秘訣、はい、記憶術の秘訣は、源さんの源氏の力を逆向きに利用するってことにつながっていくんですよ。へぇ、もしくは源さんを油断させて、はいはい、その隙に記憶するっていう裏技もあります。へぇ、うん、これはまた別途いつかお伝えしたいと思います。うん、まあ、潜在意識勉強法かなんかでお伝えしようと思ってます。おーおーおー、脳波をいわゆるシーター波状態を通して変性式状態になってっていう方法なのもいろいろあるんですけど、そういう方法もいろいろあるんで、またいずどっかの機会とか、もしくは潜在意識シークレットの講座でお伝えするので、それもちょっとぜひ覗いてみてください。はい。はい、で、これだけは忘れないでほしい、覚えておいてほしいんですけど、うん、忘れてしまうことが一つのもう原因そのものであるってことです。なるほどね。ってこと自体も忘れないでくださいね。忘れそうだけど。つまりこれ忘れたらもう源さんですよ。
はあ、忘れることが現実っていうふうに覚えちゃうと、忘れなくなっちゃうから現さんが忘れさせてくるわけ、うんうんうん、なんかややこしくなってきましたけど、そういう働きになってます。はい、神尾 TV を忘れた人ももしかして源さんですね。源さんですね。久しぶりにこれ見たっていう人も源さんです。源さんですね。なるほどね。うん、で、たとまあ他にも恥を書くことも源さんですね。恥を書いたらもうやめちゃうから源さんにとって OK です。はい。なんか恥を書いた場合はもう源さんの仕業だと思ってください。うん、疲れるのも源さんです。そうなの。だって疲れることによって新しい行動を止めさせれるから源さん。まあもちろん運動して疲れたとかは肉体的な疲労なんで違いますけど、うんうん、なんか新しいことをしようとして、ああなんか今日疲れたなと、ちょっとやめとこうかな、これ間違いなく源さんですよ、うん、肩凝ってきたなと、ちょっと休憩しよう、うんうん、これも源さんです、うん、へえ、至る所に源さんが、至る所に源さんいるし、源さんの表現方法は無限にあるわけです。へえ、うん、でも全部自分現状を超えようと、正しいことをやろうと邪魔してきたことは、もう全部源さんと思っている方が今はいいです。なるほど。もちろん分かんないです。本当かどうか分かんないとしても、源さんと思っている方が源さんをコントロールできるんで、うん、今はそう思っておいてください。はい。もちろん先延ばしにしようとする意識も源さんですね。なるほど、ね。今日やんでいいわ、明日やろう、源さんですね。間違いなく源さんです。そうか、うん。いや、あれやね、逆にだから使えるようになったら、その、まあ、今日やろうと思ったら今日やれるし、うん、疲れなくなるし、疲れなくなりますよ。恥もかかないし、うん。なんだかんだこうめっちゃええやんってことなんね。そうそう、めっちゃいいことです。なるほど、うん、だから源さんが止める必要がなくなって、源さんが止めるからそういうことが起こるわけで、うん、疲れとか恥とか、まあ、先延ばしが起こったりマイナスの言葉が出てきたりするわけで、源さんが邪魔しないってことはもうそういうことが出てこない、一切出てこないってことです。だから僕で言うと、例えば、まあ、投資するときは全然疲れません。それはセルフイメージはもう投資家でできてるから、うん、源さんがそこを邪魔する必要はないから。なるほど、ね、出てこないわけです、うんうん、でも逆にじゃあ何でしょうね、うーん、なんかあるかな。ダイエットマシンとか。ダイエットマシンかな。まあダイエットもそうですね。で別に僕はダイエットしたいって願望はありますけど、はい、ダイエットしなあかんっていうところまでは別なわけですよ、うんうん。だって別に芸能人でもなければアイドルでも当然ないから、うん、別に痩せてなあかんっていう自分の中ではないわけじゃないですか、うん。まあ痩せてたらいいなって願望程度止まってるから騙されるわけですね。はいはいはい。なのでいざ何かダイエットしようと思っても食べてしまう、ついつい食べてしまうし、うん、まあ、先何回か前から言いましたけど、あ今日明日神尾 TV の収録やからエネルギー蓄えるためにお菓子食べようみたいなっていう誘惑にすぐ負けちゃう。なるほどね、負けてた。でダイエットしようとして例えば運動してもすぐ疲れるわけ。なるほどなるほど、うん、まあ、まあ実際僕はパーソナルトレーナーつけてるんで分かるんですけど、うん、もう限界と思う、自分が限界、もうこれ以上限界と思ってもあと10回ぐらいできるんですよ。10回も、うん、トレーナーの人にあと10回って言われたら10回できるんですよ、うん、でも自分ではもうそこで限界と思ってる、これ源さんが止めてるわけです、ね、ああはあ、それ以上10回やっちゃうと体が変わってしまうから源さんはもうかなり手前でもう限界を言わせるわけですね、うん、へえ、自分ではもう限界と思ってるけど、まあ、プロから見たらまあ全然できて やると変わってできるってことです。そういうこともあります。へえ、逆にセルフイメージが自分の理想の通りになってる投資とか、まあ、ビジネスとかは全然そういうことは起こらないですね、うんうんうん、限界を全然超えていけるってことです。ほー、うん、なるほどね。っていう感じで、はい、どんどん深くなってきましたけど、うん、ではこのように、まあ、様々な事例見てきて、もう源さんは至るところにいて、はい、源さんはいろんな方法をありとあらゆる手を尽くして止めてくる、うん、っていうのがだんだん分かってきていただくと思います、うん、もう源さんまみれですよ。源さんまみれですよ。もう増馬だらけです世の中、自分の周りは。なるほど、うん、至るところに源さんがいて、至るあらゆるとあらゆると表現方法で止めていきます。と、うん、いうことが分かっていただければ、まあ、ここまででは、はい、十分 OK です、うん。ここから先はその源さんをじゃあどうやってより、コントロールしていくか、源さんを止めていくか、逆に味方になってもらうかって話にどんどん入っていきたいと思います。やっと来たね。はい。次からね。はい。はい、トンネル長いですからね、髪の毛。なるほど。はい。入っていきたいと思います。はい、ではですね、また、次回ぜひ見ていただきたいので、ぜひチャンネル登録をお願いします。メルマガ登録お願いします。Facebook とかもやっています。いろいろあります。動画もあります。雑な説明。下にもいっぱいあります。あります。関連動画もあります。見てください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。